話せないっていうか話しちゃいけないっていうか、実は学校で先生に怒られちゃったんです。高月は何回注意しても字が汚いって。それが話せないんです。だってうちの弟たちに知られたら大変ですよね。きっとお姉ちゃんだって怒られてるくせにとか言って言うこと聞かなくなります。だから私、はい、いつも強いふりしなくちゃいけなくて、でも毎回隠して寝込むのも辛くて。聞いてもらえばすっきりするかも。